Dave! Hey. Ha! Whoa! Oh! Oh! キコーナチャンネル VS 123 TV チャンネル、よっしゃ、始まりました。さあ第2戦目でございます。前回の勝負覚えてますよね、富さん。まあ花持たせましたんでね。あ、はい、花持たせていただきました、はいはいはい、前回ジャグラー勝負で、まあ、我々 123TV チームが見事な勝利を収めたわけですけれども、今回はパチンココーナーにやってきまして、実践する騎士が B スーパー海物語 in 沖縄5、今月導入されたばかりの最新台ということで、まあ、こちらの台の面白さもお伝えしつつ、まあ、出玉勝負ではなくて大当たり回数勝負またやっていきたいと思います。はい、よしよしよし。そしてもちろん今回もですね、キコーナチャンネルチームと 123TV チャンネルチームに分かれての2対2のバトル で、うん、でルールは単純に大当たりの回数勝負になりますので、まあ単発絵柄だろうが格変図柄だろうが当たれば1ポイント、突格もですね、まあ、突格も1ポイントとしましょうか。大当たりが上がりますんで、うん、突格も1ポイント、格変中の突格も1ポイントっていうことで、ね、沖縄といえばね、やっぱり突然格変なんでね。あ、そうですね、はい、この辺もちょっとどういう風にね、うん、対応するかというところで楽しみです。はい、やっていきたいと思います。はい、で今回もですね、我々 123TV チャンネルチームが勝った場合は改めて 123TV チャンネルの宣伝を堂々とさせていただきたいと思います。そのそうですね、負けないですか。まあ負けないですか。負けるイメージがないです。やっぱオープニングは強いですよね。いつもねオープニングわーって、ね、いや前回もそうでしたけど、オープニング強かったんですけど、エンディングうなだれてましたよね。こんななってましたよねっていう。まあ、ね、今回じゃあエンディング万が一負けたとしても、はい、ピシャッとしてくださいよね。ピシッとそうですね、はい、そんなもん、はい、P が入らないよ、ね、負けないですけど、ね、分かりました。で、キコーナチャンネルチームが勝った場合は、はい、今度は123TV に移動してキコーナチャンネルの宣伝をビシッとしていただきますので、はい、まあどちらにしても申し訳ないけど、ちょっとチャンネルをね、高めるためにも頑張っていただきたいと思いますので、今回のバトルもどうぞよろしくお願いします。はい、お願いします。では皆さん準備はいいですか。はい、スタート。よっしゃー、はいさい、はいさい。まあ今回新台なんで、簡単にスペックのお話だけちょっとしましょうか。はい、ヘッド入賞時通常の大当たり確率が約319分の1となっております。で、大当たりの振り分けが 40% が10ラウンド確変、 20% が2ラウンド確変、そして 40% が、10ラウンド通常ということですね。で、右打ち中が 52% が10ラウンド確変、 8% が2ラウンド確変、 40% が通常ということで、通常あたりの後は時短がついてきます。で、今回その時短中確変中の通常あたりの場合は120回転の時短がついてくるので、このあたりがちょっと今までの沖海シリーズとは違うというところですね。まあミドルスペックですけれども、非常に分かりやすい各変ループタイプとループタイプの機種となってますので、まあ、これまでの海シリーズ打たれてた方にはかなり馴染みのあるスペックかと思います。せっかく上市さんとこうやって隣で打てますんでね、いろいろチャンネルのこともお話ししていきたいんですけれども、ありがとうございます。やっぱスタートダッシュというか、最初にやっぱりあれだけの演者さん揃えたというのは相当気合が入ってたんじゃないですか。いや、 やっぱり他の法人さんがやっぱりチャンネル登録、はい、チャンネル開設早かったので、はい、まあ、どっかでこう差別化を図りたいっていうのと、はい、やっぱり第一印象がやっぱり重要かなと思ったんで、そうですね、はい、まあ、できるだけ話題性のあるような動画を上げたいなっていうことで、あれ見た時に、はい、あ、さすがだなって思いましたもん。あ、そうですか。いや、さすがだなと思いました。はい、やっぱりあれだけの有名どころを揃えられるチャンネルってなかなかないですし、うん、最初にしっかりそのいきなりこうなんかの企画から始めるんじゃなくて、まずはいった形でチャンネルがスタートするよっていうのは良かったですね。まあ、その配信されるまでは結構不安やったんですけど、はい、なんとか再生回数も今伸びてくれてるので、そうですね、ちょっと安心というか、
あとやっぱり我々が楽しみにしているのは、はい、これからどれぐらいの頻度で、はい、どういった内容の動画を上げられていくのか、はい、やっぱりやり始めた以上はコンスタントに動画も上げていくでしょうしね、はい、楽しみに拝見させていただきますので。上地さんは関東のエリアマネージャーでいらっしゃいますから、はい、関西に来ることってそんなにないですよね。そうですね、こっち帰ってきた時ぐらいですかね。お、なんか始まったぞ。なんか始まったぞ。え、マンボールーレットがあるんだ。これは今までなかったやつだ。あー、でもちょっとどうかな。あ、ちょっとなんかあれ、ね、これ奥に行くほどチャンスってやつでしょうけど、赤まで行けばかなり熱いんでしょうね。面白い。はい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 、いいですよ。これを期待できますね。マリンちゃん、魚群、あー来た、魚群来た、魚群来た、魚群、審査魚群、魚群、魚群、なな、あー、うわー、でも新しい演出からの魚群、あれ結構ドキドキしますね。いやしますね、魚群は本当にドキドキしますよね。進化しとるじゃないですか、オキウミ5。さあ今回ばっかりはちょっと買っていきたいですね、本当に。いやちょっと見せたいね、はい、うん、123TV にちょっと私たち進出しないと。いやそうそう、はい、と私たちの土俵でね。そうですね、どんだけ相撲取んねんっていうね。そう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 、やっぱりこうね、後から出てくるからこそやっぱりそのインパクトの部分で、うん、いやいや、より一層大事にされてるなっていうのは感じるし、うん、ね、うん、ちょっとこれは負けてられへんなっていうね。そうですね、やっぱある程度先駆者としての私たちのこの、そうですね、熱意もありますからね。熱の部分では負けられない。いやいや、あの伝統とね。はい、そうです、うん、そうです。おお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 なこの人たちが当てたらこんなうざくなるんだ。いや、本当もう水を得た魚みたいに喜んでますよ。終わってしまえ、終わってしまえ。いや、ウリンチャージ、いや、ウリンチャージ様々ですね。核、はい、変のダブテン最高、これは熱い、最高。まあもちろんね、やっぱりグランの海やなっていうのもね、そこなんすよね、見せれたかなっていう。そこなんすよ、うん、グランの海やからこそです、です、はい、海といえば私たちですから、ね、やっぱり、うん、キコーナの様をね、うん、代表するようなね、うん、はい、はい、おじさんちょっと騒がしいんですけど。ああ、すいません、はい、どうぞどうぞ、早く当てちゃってくださいよ。そうですね、はい、当てます、どうぞ当てちゃってくださいまあまあ、でも出だしは上々ですね。いや、素晴らしい、はい、やっぱりこれがねホームの戦いですよね。ホームですね、はい、うん、はい。いやでもね、本当に私、はい、グランドオープン、ここのね、2019年7月のね、グランドオープンに立ち会わせていただきましたけど、はいはい、それ以来ですよ、来たのが、はい、で、まあ、丸2年かな、そうですね、丸2年ですね、この7月で2周年ということで、はい、おめでたいタイミングで、ここにまた呼ばせてもらって、ありがとうございます、はい、やっぱりね、ただの店とはちゃいますね、ありがとうございます。雰囲気というか、はい、これは別に同じグループだからとかっていうわけじゃなくて、はい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 、一ユーザーとしてね、はい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 、ワクワクする店ですね、やっぱり。そうですね、うん、いや本当にそこのエンタメという部分はちょっと抜かりなくやりたいなっていうのは、うん、いや本当に大事やなと思いました、うん、これは、ね、装飾だけの問題でもないけど、そうですね、はい、もちろん装飾も大事だけど、すごいなってね、うんうん、やっぱ改めて実感させられました。ありがとうございます、はい、素晴らしい、素晴らしい。もうやっぱりそこはもうグループの最先端店舗として、あ、まあ、やっぱりしっかり走り切らないというか、ね、いけないかなと。いやいやいや、はい、非常にそういう大事な役割ですよね、はい、狙ってる店だなって改めて思いました。そうですね、いやだからなかなか、ね、衰退していく業界やとは言われますけど、その中で努力している法人ですからね、我々も信田グループ様も、うん、いやこうやってね、やっぱ堺の証券がその1万台規模の証券だって言って、うん、やっぱり熱いじゃないですか。そうですね、面白いじゃないですか。あれ、あっと単発図柄まあまあ途中で昇格させますよ。そうですね、はい、チャンスありますからね、まだチャンスあります、チャンスあります。何連ちゃん、あれ
4連チャンですか。4連チャンですか。いやいや、4で当たりましたね。あ、4回目の当たりが4。あ、1回しか当たってないじゃないですか。ワンセット。いやいやいや、ワンセット上がります。ランクアップしますから。まだ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 昇格はなかったかな。昇格はないですね。まあ、ただ時短120回転に今回沖縄、はい、増えてますね。初当たり以降そうですね、はい、ここで何とかしますよ。うん、お、熱いスーパーリーチ来てるよ、来てるよ。おお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 まあ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 、なんか顔でわかりますね。あんま初めに開けすぎてもね。まあ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 、消化試合になっちゃいますから、はい、さあ言ってたらもう残りが11分。そう、早いですね。残り11分、ちょっと焦ってくださいね。あと10分ちょっと。あと10分、はい、早いな。あのね、今後ろにあのツイッターで本社の中の人がいてるんですけど、海が好きすぎるせいで。そうなんですよね。後ろからあ これはみたいな。もうまだすごいね、チャチャがすごい、愛がすごすぎて、愛がもう、うん、意外とね、意外と言ってたらあかんけど、はい、中の人ね、実はすごい人なんですよね。そうなんですよね、はい、近江2のね、開発に携わっとったりとかね。意外とすごい経歴の持ち主っていうね。そうなんですよね。近江2言ったらもうバカ受けした機会ですからね。はい、バカ受けもバカ受けでしたね。私がまだね、店長やってた頃ですけど、森口ね、森口で80台入れちゃいましたよ、はい、ありましたね。動くな、隣のお客さん動くな。うわー、もう本当にあれですよね、心の底からパチンコを楽しんでますよね、はい、本当もう営業中だったら注意されるレベルですけどねまた体が大きいんで目立つんですよね。いや、そうですね。トミーさん、はい、SNS リーダーとして、はい、今 YouTube チャンネル、あ、キコーナーチャンネルあるじゃないですか。はいはい。これなんか今後の展望とか、なんかちょっと変わった仕掛けやっていこうかなみたいなとか、なんかあったりするんですか、今現状。いや、でもね、ホールのチャンネルといえば、はい、まあまあ、有名ライターさんが出たり。そうですね。まあ、パチンコを売ってっていうのが、うん、もうセオリー化してますから。はいはいはい。まあ何かしらね。そうですね。ちょっとこう一風変わった、なんか覇権争いしていきたいですよね。ちょっと違うね、切り口で、はいはいはい、何かこう新しい C というかね、確立していきたい、はい、できたらなと思いますね、うんうん。まあ、でも僕らでもこうやっぱりどんどんいろんな切り口でやっていって、うん、まあ見ていただけるかどうかはまた別として。そうですね、はい、やっていきたいですけど、こうまたコメントとかでもいろいろいただきたいですよね。あ、ですよね、うん、こんなん見てみたいパチンコ店のとか。あ、なるほど、うん。まあ、そういうのをまた企画にしながら、まあ、だからなんだろう、今 YouTube っていう大きい枠組みで見れば、はい、流行ってるもんって結構ありますね。別であるじゃないですか、うん、だからそれをこういう動画に取り入れていけるもんかどうかっていうのがね。そうですね、はい、うん。まあ、なかなか行政上言い悪いがありますからね、まあ、おこれは外れろ、外れろ、はい、やーイ、やーイ、やーイ、イエス、ありがとうございます。いや、なんか最高、立ち図柄なんですけど後ろ落ちるぼんでますよ、お前。イエーイ、なんか嫌っすよね、なんか嫌っすよね、池田店長とトミーさんに先を越されるの。ただ一個だけ言わせてください、はい、ガラスタッチする力強いっすさすがに、はい、池田店長の店だから、はい、ちょっと怒ってますまあまあでも、まあでもね、はい、優しく触りながら、はいはい、うん、いやー、やった。前半戦もう時間なかったですけど。そうですね、やりました、はい、うん、しっかり見せ場作った、はい、ありがとうございます。さあ前半戦残り1分です。えらい時間に引いたな。いやー、ほんまっすね。いや、今のタイミングはちょっと嫌なタイミングですね。嫌なタイミングですよね、はい。やっぱこうチームで勝っていきますよ、我々は、はい、これがキコーナーっちゅうのをね。そうですね、しっかり見せていきますよ、はい、
まあ、前哨戦はねさすがに、うん、やっぱり初めてこういやいやそ実戦としてお出迎えするのも初めてだったんで花も出せなあかんっていうのもあるからね、はいはい、ない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 っすよない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 でん、まあ、はおーわーよっしゃさすがすごいなちょっと乗ってますねやっぱりラッキーラッキーたまには海にそういうぶっ壊れたキャラ来ても面白いですけどね前半戦終了です前半戦終了ですあ、前半戦終了だった前半戦終了になりますラウンド2ラウンド2前半戦終了になりますまあまあまあ、ええですよねまあまあまあ、いやいや、紹介してください、まあええですけどね、まあまあ、当たりには変わらないんでいや、嬉しいないや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 これまた後半に引き継がれますからねいや、そう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 、はい、やっいや嬉しいねいいっすね上々の立ち上がりですねいや素晴らしい、はい、本当に、うん、さあというわけで前半戦の終了でございますが中間報告です、我々 123TV チャンネルチームは大当たりゼロでの折り返しとなってしまいましたが気候なチャンネルどうでしょうか私たちは、池田店長が2回、はい、で私が今学園の初当たりということで、はい、今まあ計3回前半戦では、はい、はいさーいやばいですね、こうなった時のこのチームやばいですねムカつくなぁなんかえ、なんすかそれさっきと全然テンションいやいやいやもうほら、大当たり引いてるもんだからマイクの使い方も見てくださいこれもう掛け振りこんな感じですよ調子乗っとるわまあ調子乗っていい展開ですもんねそう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 乗ったらこんなもんやでっていうところ ねしかもトミーさんは今から確変ですよねそうですってことで4ポイント以上がもう確定してるそう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 まずいですねまずいですねこれは後半戦かなりのアドバンテージを得た状況でやれるっていうね、うん、いやでもこれ憎たらしい顔してますよ123さん大当たりなすとかで終わらないですよねいやこれ厳しい動画上でそんなんねやめときもん池田店長、はいはい、一緒にせんでくださいよ終わってますかこのまま終わるわけないじゃないですか、はい、ただこねてでも当てますよユータイムないからねないからねユータイムないよまあまあ前半戦はね言ってもまだ大当たり3回なんで全然追いつけると思いますこのねグランキコーナーの海で当たらないっていうのがね、もうね、いいっすか、そろそろすごい饒舌ですね、当たり引いてる時はさっきとえらい違いですねエンディングそれ保ってくださいよどんな結果になろうと、はい、そうですねこれはエンディング楽しいですねそうそう、はいはい、これでちょっと負けるとこ見たくないですか、皆さんいやどうでしょうねでも絶対ちょっと任せましょうよいや、本当そうですね、はい、というわけで後半戦もよろしくお願いします、お願いしますはいはいはい、はい、3回目の曲はこれハンドルブルブルは激アツじゃないですかこれは熱いよしぶといなしぶといな